最高裁判所裁判官国民審査は、日本において、最高裁判所裁判官の罷免につき有権者が、投票により審査する制度である。罷免を過とする票が有効票数の過半数に達した、裁判官は、審査結果告示日から30日後に罷免される。日本国憲法第79条、第2項及び、第3項と最高裁判所裁判官。 国民審査法に基づいている制度である。最高裁判所裁判官は任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民の審査を受け、その後は審査から10年を経過した後に行われる衆議院総選挙の際に再審査を受け、その後も同様とすると定められている。アメリカのいくつかの州には日本の国民審査制度とよく似た制度が存在する。 1930年代から制度の検討が始められ、1940年にミズーリ州で始められたものが最初とされるが、この審査制度はアメリカ合衆国最高裁判所の裁判官には適用されていない。この制度が日本国憲法に導入された経緯については不明な点も多い。もともとは第二次世界大戦終了後に日本の行政を監視。 統制していた GHQ の提案により憲法改正案に導入されたものであるが当時憲法改正案を審議していた貴族院において元大審委員長であり後に最高裁判所判事になった下山誠一議員は裁判官は悲免を恐れて両親から出る裁判に影響をきたす法律の判断は国民に容易にわかるものではないから国民審査制度は ぜひやめたいと言って、国民審査の導入に強く反対した。この反対に対し、元東京帝国大学法学部長の山田、サブロー議員は、裁判官をして反省させるために必要である。民主化するに伴い、国民も裁判に関心を持ち、裁判の逃避を批判する力を持つに至ると反論し、最高裁判所裁判官の権力の乱用を防ぐ。 手段としての国民審査の必要性を訴えた。また、GHQ 側は、貴族院に対し国民審査を導入しないのであれば、最高裁判所裁判官の任命をアメリカの場合と同じく国会同意人事にすべきであると主張したが、それでは最高裁判所が国会の支配下に置かれることになり、 司法の独立を阻害される結果を招きかねないとして、最終的には下山も不法にいながら、国民審査の導入を認めたとされる。ただ、国民審査制度の実効性については提案した GHQ 側も、会議的だったらしく、GHQ の司法担当だったアルフレッド・シー・オプラーは1949年に書いた論文の中で、 裁判官全員が信任された第1回国民審査の結果を踏まえて最高裁の裁判官について多くの人が関心を持つようになることがあるのかかなり疑問だと感想を述べ審査制度は裁判官の任命に関する実質的なチェックというより国民主権の象徴的な制度と解釈したいと記している投票用紙の例罰だけを書くことができる 丸などを書くと投票用紙丸ごと無効になる。国民審査の実施方法などについては、最高裁判所裁判官国民審査法で定められている。なお、この他裁判官を罷免する制度は、日本国憲法第78条に基づく弾劾裁判の制度があるが、現在までに最高裁判所裁判官が弾劾裁判の対象とされた事例はない。 国示日も期日も衆議院議員総選挙と同じ日だが、期日前投票の期間は、審査期日の7日前から、審査期日の前日となっていた。これは、投票用紙に裁判官の氏名を印刷する必要があるため、投票用紙の制作、準備に時間がかかることが理由とされていた。しかし2016年12月法改正で2017年6月施行で、 審査期日の11日前から審査期日の前日に改正された。通常展示投票の場合代理投票などの投票方法について危険衆議院総選挙の際に国民審査に関心がないあるいは判断ができないといった理由で審査を棄権したい場合には投票用紙を受け取らないか受け取った場合でも用紙を返却することが可能であり 投票所にはその旨を記した注意書きが掲示されている。国民審査における危険の自由は1955年の第3回国民審査から認められた。ただ、用紙返却などによる危険が可能だということを知らない有権者がほとんどで、投票所職員もただ機械的に紙を渡すので、そのまま投票箱に入れるため何も書かない用紙は信任とみなされてしまう。 それが、一人も罷免されたことがない原因となっている。印を記入した表は、罷免を過とする表と呼ばれ、罷免を過とする表が有効票数の過半数に達した。裁判官は審査結果告示日から30日後に、罷免される。ただし、その審査の投票率が100分の1未満であった、場合には罷免されない。 国民審査で罷免されてから5年が経過していないものは最高裁判所裁判官となることができない。しかし、罷免されてから5年以内であっても、最高裁判所裁判官以外の裁判官、裁判所職員、検察官、弁護士、交渉人の結核自由とはならない。また、国民審査で罷免されても退職金は支払われる。 審査の効力に監視意義があるときは審査人または、悲免をカットされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として、審査結果告示日から30日内に、東京高等裁判所に審査無効訴訟を提起することができる。裁判所は、他の訴訟の順序に関わらず、速やかに審査無効訴訟または、悲免無効訴訟の審理を進めなければならない。 何も記入しない票は、非免を可としない票と呼ばれる。非免を可としない票、非免を可とする票は、一般に、信任票、不信任票と呼ばれることが多いが、法律上は、信任、不信任という用語は使われておらず、また本制度の趣旨が、積極的な非免の可否を、有権者の投票に委ねるということであるから、いわゆる信任投票とは、 本質的に異なる。国民審査の告示は、衆議院議員総選挙の公示と同時に行われる。告示後には、有権者投票の判断材料の一つとして、審査の対象となる裁判官の経歴や、主な裁判の判決を簡単に記載した、審査広報が発行される。審査広報は長らく、審査に付される、各裁判官につき、 実数線を超えることはできないと規定していたが、2003年7月24日に削除されて、2003年の第19回から、実数制限はなくなった。実数制限がない審査候補は、原稿用紙の縦と横の長さから一人の原稿は、およそ1200から1300字程度となっている。衆議院議員総選挙が行われても、対象の期間に新たに任命された。 裁判官がいない場合は、当然ながら、国民審査は行われない。日本国憲法施行後に行われた、総選挙のうち、1953年4月19日の第26回総選挙ではこのため国民審査は行われていない。参議院議員通常選挙が行われている時期に、衆議院が解散されて、衆議院議員総選挙が行われることになり、 衆議院選挙と参議院選挙の両方の選挙を同時に行う、衆参同日選挙になった場合は、最高裁判所裁判官国民審査も含め3つの選挙、国民投票が同時に行われる。最高裁判所裁判官国民審査法第25条の規定により、衆議院議員総選挙が無投票当選となっても、審査対象の裁判官がいれば、 国民審査を行うことが規定されている。最高裁判所は昭和27年2月20日の大法廷判決において国民審査の制度を会食の制度とみなす判断を示している。日本国憲法79条第2項において国民審査は衆議院議員総選挙と同時に行うことと定められている上大手のマスコミは 衆議院議員総選挙のニュースばかりを大きく報道していて国民審査についての報道をすることは滅多にないため国民審査の存在は衆議院議員総選挙のニュースの陰に隠れてほとんど注目されないのが現状であるもともと日本ではマスコミが最高裁判所裁判官についての 報道をすること自体が稀で、一般的な報道において国民が最高裁判事の名前を知る機会は、刑事、民事それぞれの訴訟において自判するときのみに限られて、しまうことが少なくないため、日本の一般国民の大部分は、最高裁判所裁判官の名前さえ知ることもなく、投票所で初めて裁判官の名前を知る国民も多いという。 最高裁判所判事の経歴や業績が詳細に報道されるアメリカとは異なり、日本の最高裁判所裁判官についての報道は、新聞の片隅に小さく掲載されるだけのベタ記事、扱いであることが多く、国民審査の実施に先立って、審査広報に掲載される、裁判官の判決の情報でさえ、裁判官一人につき多くてもわずか5から6件程度で、 判断材料が極めて少ない。このため国民審査の制度は完全に儀式化、形骸化していると言われるが、それでも国民審査は殿下の法刀であり、存在することによって最高裁判所裁判官の権力の乱用を抑える一定の効果があるとする意見も強い。元貴族院議員の一人で国民審査の導入に尽くした前述の山田三郎は、 生前、国民審査の制度を裁判官に対する最後の統制手段とあるレファレンダム制と表現していた。NHK では2021年最高裁判所裁判官国民審査に合わせ制度の意義や審査対象となる11名の経歴や判例をまとめた特設サイトを開設した。憲法上国民審査には再審査制度が存在するが、 国民審査で一度信任された最高裁判所裁判官は日本国憲法第79条第2項の規定により審査を受けた日から10年経過した後の衆議院総選挙まで再審査にかけられることはない。しかし裁判所法第50条の規定により最高裁判所裁判官は70歳になると定年退官することになっているため 再審査を受けるには遅くとも50代で最高裁判所裁判官に就任しなければならない。これらの条件を満たし、定年前に再審査を受けた最高裁判所裁判官は、初代の最高裁判所裁判官15人のうち5人を呼び、史上最年少で最高裁判所裁判官に任命された入江敏郎の計6人のみで、 実際に再審査が行われたのは1960年と1963年の2回のみであり、その後は現在に至るまで再審査は一度も行われていない。50代で最高裁判所裁判官に任命されたのは1964年1月16日就任の田中次郎が最後であり、同年1月31日就任の松田次郎以降の最高裁判所裁判官は、 すべて60歳以上で任命されているため、1963年以降、再審査の対象となった最高裁判所裁判官はいない。最高裁判所裁判官の就任直後に衆議院総選挙があると、その裁判官は最高裁判所裁判官としての実績がほとんどないため、判断材料の限られる状況で審査を受けることになってしまう。 具体的な例として、林藤之助は1986年6月13日に最高裁判所裁判官に就任し、24日目の7月6日に国民審査を受けている。逆に、任命されてから退官するまでの間に衆議院総選挙が行われなかった場合には、その裁判官は実績の有無に関わらず国民審査を受けることはない。実際に、 国民審査を受けなかった最高裁判所裁判官は過去に3人存在する。衆議院総選挙後に66歳以上で最高裁判所裁判官に任命された者は次の衆議院総選挙が行われる前に70歳になって定年退官する可能性があり得る。具体的な可能性が存在した例としては下記のものが該当する。 2012年12月までは在任中に死亡した、穂積を除く7人はいずれも定年退官前に、衆議院解散による衆議院総選挙と共に実施された国民審査を受けたが、前述の通り2021年7月に宮崎は国民審査を受けることなく定年退官した初めての最高裁裁判官となった。ありがとうございます。